はい、カニマ EG、今、平成21年度会長にさせてもらってます、岡田といいます、今日はよろしくお願いいたします。カニ市の概要からまず説明させてもらいますけど、岐阜県中南部、中濃地区に位置しておりまして、北部には木曽川、また中央部にはカニ川という川が流れております。豊かな自然の、ね、環境に恵まれております。まあ、その中でですね、先日私がですね撮影しました映像がありますので、ちょっとご覧ください。これは蟹市市役所の、500メートル、まあ、500メートル、まあ、800メートル、ちょっと北側になるんですけども、市役所のすぐそばに流れる蟹川のところで、発見をいたしました。オオサンショウウオだと思われるもので、一応市役所の、教育委員会さんの方にも一応ご報告をさせていただきました。まあ、こういったカニ川には昔は本当に汚い川だなというところもあったんですけど、今はもうホタルも若干飛ぶようになったということも聞きましたし、今まさしくこういうような生物が生きているというのが本当に都会でありながら、川が景観的だというのを実感しております。まあ、そういったところで、映像を集めさせていただきます。はい、花フェスタ記念公園、まあ、文化センターなど、観光や文化の方にも力を入れておってですね、紹介所会員数としましては、1669の会員数が、あります。で、その中で製造業 37%、小売サービス業が 37% ということで、ものづくりとサービスの街というところが、そのところでも分かるかと思います。また交通にもですね、岐阜市や名古屋市の方に、車で行くにあたっても、1時間ぐらいということで、交通の便利も、優れているところでもあります。商工会調整年部、私たち部員数62名、定年45歳とした中で活動しております。お手元に配布させていただきました、機関車ですね、燃える命という、冊子があるんですが、これを、ご覧いただければありがたいなと思いますけども、私たちの、活動の中にですね、カニの夏祭り、あと冬のホタルイルミネーションというのを2大イベントとしまして、活動しております。カニ夏祭りといたしましては、昭和57年に、ふるさとづくり、市民盆踊り大会というのを起源としまして、その後、特別委員会、夏祭り実行委員会というのを、立ち上げまして、現在では青年部員が中心となって、企画立案、運営まで、全てを、私たちのもので、企画行動しております。毎年8月第2土曜日日曜日に市役所北側のふるさと川公園というところで、開催しております。毎年2月頃からですね、活動を始めて、蟹市商工観光課と連携しまして、地域の皆さんに喜んでいただけるようなお祭りとして、活動しております。またその中にも、オリジナル曲ということで踊る舞かという楽曲を踏まえまして、また花火もですね、吹き上げ花火という形にはなるんですけども、30分間の音と光と、ファンタジーの世界を、繰り広げております。また会場内にはゴミ箱も一切設置しないというところで、環境問題にも取り組んでおります。ゴミ箱を置かない代わりにリサイクルステーションというのを置いてですね、分別して、物を回収し資源とするということを、もう2000年の頃から立ち上げて、ゴミ箱を一切置かない状態で、祭りを運営するというのを、私たちのところではやっております。またイルミネーション冬のホタルも、同じふるさと川北側で、行われる、12月に開催するものなんですけれども、9月から本格的に、動き始めて1月の撤収まで、やっております。取り付けにつきましては11月から行うんですけれども、平日の仕事が終わってから夜8時から、メンバーが集まりまして2時間の作業を毎日行い、また日曜日には1日作業ということで、1ヶ月間かけて作り上げます。開催期間は12月上旬から1月上旬までの期間で5万球を私たちは飾り付けをしております。
冬の風物詩という形でですね、第6回を数えましたけども、皆さんに喜んでいただいております。またもう一つ、私たちは愛媛愛という、ものを委員会の中で取り組んでおります。愛媛愛というものはですね、お手元にも配らさせていただきましたけども、全て食品で作ってある、環境浄化微生物ということで、効果、使用方法などそれも、元々のところにチラシという形で、本の中に取りさせていただきましたので、その中でいただけばよろしいと思いますけども、家庭に家庭の中で使ってもらって、トイレだとか、洗面台とかそういうところでから排水口から、川を、きれいにするというような形で、使われているものであります。この愛媛愛につきましても2年前から活動を始めまして、今市民の皆さんに作っていただこうということで部員が講師となって、地域の公民館で講習会を今繰り広げております。またこうした活動も、今年行っていきたいというふうに考えております。あとそれぞれ 1年間を通した、内容で、冊子の方には写真等を載せてありますので、またお時間のある時にご覧いただければというふうに考えております。また私たち蟹市の、青年部というところには支部というものがあります。各地域にもそれぞれ、地区ごとに分かれての、団体というか形で分かれておりまして、その中で、その地域地域、蟹市の中の小さな地域のところでの夏祭りであったりとか公民館祭りであったりとか、そういったところの、底辺の活動家も手掛けている団体でもあります。またこうして私たちの蟹市 YG はですね、若手経営者の集団として地域で商売させてもらっているということを感謝しつつですね、年間を通して経営者であって経営者、また個人として成長できる場となるよう、交流の場となるよう活動を続けております。今年度21年度スローガン、つなげよう明日へ、受け継ごう未来へということで動いております。諸先輩から受け継いできたこの青年を末永く続けていけれるように、起業家として起こした活動、事業をこれからも続けていけれるように、また先代から営んできた仕事を受け継いで、頑張っていけるように、地域と共に歩んで自社の発展のため、青年部のため、地域のため、活動を通して成長していこうということで、また頑張りますので、よろしくお願いいたします。またこうした、知事と直接お会いすることができまして、定期的な、こうした会が設けられることを切に望みまして、私のリーダーをさせていただきます。ありがとうございました。